オペレーターに話しかければできる。ああ、なるほど、一回行ったとこに行けますよ、みたいな感じか。じゃあ次のミッション行こうか。そうですね、あなたにちょうど良さそうなのは多分残りっしょ。そうしたら次、もう早く次進めて、結構楽しいんだから。ここ行ってみようか、南極のコンピューター施設。このミッションは破壊工作です。ネオアルカディアのシステムを動かしているコンピューターの一部が南極にあります。そこを守っているボスを倒してコンピュータールームごと破壊すれば敵本拠地の防御は脆くなり、現在準備中の正義の一撃作戦がかなり楽になるはずです。お願いできますか？まあ、行ってやりましょう。いやー、シエルにお願いゼロって言われたかったな。なんでダメ出ししたんだろう。不評だったのかな。お願いされすぎて嫌だみたいに誰か言ったのかな。信じられませんね。お願いされたいですね、もっと。じゃあ、ここが南極か。施設のコンピュータールームにつながる4つの冷却装置があります。すべて破壊すればコンピュータールームの機能が弱まると思われます。なるほどね。そのなんか、なんとか装置を破壊すればいいと。オッケー。で、できればバスターの景気。うわー、海の中パターンか。これ入れるね。は、南極の水の中入ってんの？もう寒いよ。シンプルに寒いよ。あ、え？ダッシュできないのこれ、氷の上って。氷の上ダッシュできないパターンか。あ、ダッシュ一応できてるけどめっちゃ速度遅くなってんの。なるほどね。ダッシュジャンプ、そしたら氷の中、氷の中で、氷の痛い上だとしにくそうっすね。オッケーオッケー。もう一回分かっちゃえば、氷のむしろ下にはトゲがあるんかい。まあでもこっちの方がまだマシか。最悪敵にぶつかりながら行けば、まあ、無敵時間発生します。いっぱい、ちょちょ、なるほど、分かった。あ、そうだ、今いい勘持ってるから、なるべく敵倒してさ、回復アイテム取っといた方が美味しいんだよね。そこだけ忘れないようにしよう。こういうのって上に、あー、取れないと思うじゃん。1の頃だったら俺諦めてたけど、2はね、これがあるんすよ。あれあれ、貫いてね、なんかどっか引っかかるかなと思って俺やってるの。あ、来た。ちょっとこうして、こうして、ちょっと勢いつけてこういく。そうすると、ちょ、微妙な位置だな、これいけるか。あー、ダメだ、諦め、うん、諦めよう、次行こう。さあ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 、これで、あ、なんか冷たそうな、あー、やばいやばいやばい、割られる割られる。ちょっと待って、あいつは、あ、これさ、シールド剥がすんじゃないの、これで。あ、剥がさないわ。ダメだわ。便利だな。上からも攻撃できるのか。やっぱバスターじゃなくて、基本こっちの方がいいのか。ボス戦バスターにすればいいかな。で、こう来るでしょ？来るでしょ？これをね、上から攻めてやれば、攻撃して破壊できるってすっごい危ないなんですよ。おっとっと、めっちゃ氷持ってるね。これさ、上だけ壊しちゃって、ポンで、こうして倒したら楽じゃん？いいじゃん？こうして、あ、お前敵か！いてて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 、ちょっとかぶってるかぶってるかぶってる。見に行く見に行く。敵かよ。あいつ普通になんかギミックかと思った。これが止まってから行こう。いた、しまれ。いやいや、この距離、ちょっと待って、あ、ぶね。え、あいつそこそこ威力強いんだから。上から行こうか。これで上だけ先に破壊しちゃって、ポン乗って、はい、倒す。サイバーエルフありがとう。サイバーエルフ、フンバッハ、名前すごいな。で、こっち移動してきて、よし、二段切りの方がやっぱ威力ありますね。こうして、あ、なになになに、なんか色がキモい、なんか色キモい水ある。ここ行かないようにしよう。あ、ちょっと、ちょっと、こう、こう、ちょっと、こう、死ぬ死ぬ、普通にして。もう、ちょっと待って、あの氷マジめんどくせえ。え、この氷、ここからやり直し、結構戻されたね。相当戻ったぜ。ちょっと待って、え、こんな戻る？ちょっと戻るか。やっぱ相当戻されてたな。これで一旦上に回避して飛んで、こいつを後ろから切っていくの。OK？ サイバー、あ、サイバーエルフ出た、フンバッハ。フンバッハ改めてゲット。これさ、上なんかあったりしないかな。こういうところに今作アイテムとかありそうなの。あ、なんかあるけど、あれは回復アイテムか。ちょっと待って、切れ、あー、いい感じで届かない、いい感じで届かないね。
ここだと多分高さ足んないな。ちょっとうまいこと引っ掛けたいんだけど微妙に届かないっていう、このあ、オッケーオッケーオッケー、1、うばっか、あの氷、ちょっと待って、これクッション、ちょっと待って、これこれちょっと、これちょっとやりたいね。その位置だとダメなんだな。待てよ、こうして一旦勢いつけといて、ここで登っ、あ、ダメだわ、あれダメだ、壁蹴りできなかった。中ボスかーい、これ切れるのか、あ、切れるんだったらそんな恐る、わーでかいんだ、あ、これ切れねえわ、切れるんだったら恐るるに足らぬと思ってる。だ、だめ、それがそこそこダメージあんの。ちょっと待って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 、こいつどうすりゃいいんだ、どうすりゃいいんだ。今の無理やりゴリ押そうとしたスタイルが良くなかったか。そうしたらちょっと遠くからチェーン、この位置からさ、痛い、いやダメだ、ソードだったら一発で切れるけど他のだと切れねえな。これでこう避けて来たらダッシュで回避して、戻ってきたら上にこれ打って、基本このつららはソードで切り裂いておく。もう移動してくるのかよ、ちょっと待って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 。でも今ソードのスキルアップが出たっていうことは、多分これはね、剣で最初切りまくってたらこれスキルアップすぐ来ると思うんですよ。で、もういきなり雪玉、いきなり移動かよ、しかも。ちょっと待って、もう一回来い、よしよしよし、いきなり、ちょ回避しにくいからやめてほしい。 OK、 おい、弱、ソード強、てかスキルアップ出なかった、サイブエルフありがとう。これでよっ、これはよし、切れた、サイブエルフ、フーピー、レアサイバーエルフとかってどこで判断するんだろうね。色かな、あ、な、この位置から、あーあー切れない、これできる、これで2回刺したらこいつは倒せる。はい、ここも2回刺しておく、ここも2回刺して倒そうか。これで上ぴょんぴょんやっていきたい。なんだあの爪、痛っ、ちょっと待って、ちょっと待って、薬死ぬ死ぬ、ちょっと待ちたまえ、あ、届かねえ、これ諦めよう、あいつ構ってると死にそう。これで回復アイテム出してくれ、回復アイテム、やべ、気づかれる前に切りたいな。あーだめ、一発食らわせたけど、あ、だめだめだめ、よし、これで落として死体、よしよしよし、これさ、あの上なんかあったりしないか、危な、めっちゃ滑るここ、あ、危な、ちょっと待って待って、あの上なんかあったりしない、え、めっちゃ気になるんだけど、え、ぜ、あー、サイバーエルフか、サイバーエルフだったらまあいいや、 E 缶だったら全部回収しておきたいなって思ってるんですよ。やっぱりボス戦とか重要になってくるんでね。でもバーン E 缶なしっていうの結構きつかったな、今考えると。 OKOK、 あ、ゼッポス、あー、もう最悪、滑り落ちた。氷のステージ、こういうのが嫌なんだよな。サクッと滑り落ちたわ。戻るか。もうでも慣れた。痛い。慣れたって言ってこの手たらくですよ。こう行って、こう行って、痛い、こう行って、はい、切って、次行く。上、あ、上の前下か。で、上に飛んでるからこいつ切って、三段切りだった。あ、チャージ切りじゃないのか。チャージ切りが欲しいな、今。チャージ切りやったらだいぶ戦い楽になるんですけどね。お、回復はしっかり取っておこう。で、取った分いい感じに回したいんで、これで切って、これで、あ、もう、あれ、これ冷却装置か、これか、あ、これ冷却装置、え、じゃあもしかして俺冷却装置見逃してんのあったりするの、困るな、え、シンプルに困るな。だってあんな上行かなくてもルート通れるやんって話じゃん。え、大丈夫かな、まあいいや、進むか。OK、ここまで戻ってこれたから、ここで、はい、上やって、しっか
かりと勢いつけてから飛ぶ。勢いつけて飛ぶとなんかゼロがちょっとジャンプしてくれるんですよね。それが大事。そのちょっとのジャンプがやっぱり一番大事なんで。で、あいつが気づかなそうな位置からは当たった。オッケー、もう一発。よし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 。あっ、ない。よし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 。で、ここも切っておいて、で、冷却装置あるかもしれないから、こういうところの確認が大事。空中で変な感じで止まってた。あー、来た、あったわ。冷却装置、そこかしこにあるね。オッケー。これで、しっかり切る、はい、切る。あー、これは怖いから上から行くか。こう行って、やべ。こう行って、でもあと冷却装置2個ね。これはダッシュジャンプでいけるか、いけないか、きついか。この辺だとちょっと遠いな。まあ、この辺、マシな方か。いけるか。あー、いった。オッケー。よし。これで、上登る。この上には特にないから、そのまま行っていい。うわ、ちょっと見落としが怖いな、このステージ。で、ここでもうちょい下がって、勢いつけて、はい、ピョンする。オッケー。この勢いピョンが大事になってる。よし。あー、一発消した。これで、あ、違う、今滑って入っちゃったんだって。違うんだって。今滑って流れで入っちゃっただけなんだって。あらま、あ、ボス来ちゃった。え、冷却装置2個しか壊してないけど。うわ、おばか、この時節に、ん、この時節に舞い込んできたゴミ虫は、午後は会社混乱させようできたな。わざわざぜ。日本語で OK だぜ。こいつは、あ、氷のボスっていうとね、あのペンギーゴとか、あとクロストマンだどーとか、こいつ強えわ。いや、こいつ強えわ。でもちょっと待って、せっかくだから上確認したかったんで、ちょうどいいや。上見せて。え、冷却装置2個壊してないよね。え、ちょっと戻って見てみるか。ちょっと動くのあまりにもきつそうだったんで、動くのね、戻るのあまりにもきつそうだったんで諦めました。あ、無理だわ。あ、このセリフをもう一回見なきゃいけないのは相変わらずなんですね。ここをちょっとね、改善してほしかったというか、2戦目以降は飛ばさせてほしかったよね、正直。で、サブタン溜まってるから、これも使いながらいけるね。え、これ避けるっしょ？こうして、はい、この、え、やばい、近づきすぎた。危ない危ない。え、これどう変えるの？あ、え、壁に貼り付けてるのか。でも貼り付こうにもさ、なんもない状況、こういう状況だったら別にいいけど。危ない、ちょっと待って、チクった。避けなかった。普通に床滑ったわ。こうして、こうして切る。で、ここ、あー、ちょっと待って。あー、一発食った。バスター入れて、これバスターでいけば、なんならこのまんま、うまっ、えいって、最悪。ちょっと頭かすったわ。でもこれいけるわ。このまんまいける気がする。これで、バスターに変えて、こいつの勝ち方はちょっともう分かった。これで必ず勝ちます。マイナス5度って、なんか普通に冷凍庫だね。冷凍庫確かマイナス4度とか5度とかそんなんじゃなかったでしたっけ。これで、あ、最初から動いてきたか。この動きを永遠にやってくれると助かるんですけど。おっと、それが困るんだよな。これの、あ、なるほど。ちょっと、今のは避けりゃよかったよ。今のは避けりゃよかったんだけど。なるほどですね。これ上を破壊できるから、上を破壊して、うまいこと足場にしろよってことか。オッケーオッケー。で、これ飛んでくるから回避して、こう切って、こいつ動いてきたね。動いてきたらここでバスターを打つ。もう一発ぐらいですよ。これで切る。はい、飛んできた回避する。上壊す。バスター打つ。もう一発ぐらい入れたかった。で、ソードうまいこと入んなかった。でもこれで回避した。丸飛んでくるから回避。あ、これできてない。なんで？え、なんで今の上かったの？でもこれで、ちょっと怖いから。あー、いけるか。このままいけるか。あぶね。あっ！で、自分から当たりにちょっと。いや、もういける。もうパターンは分かった。さっきもちょっと似たようなこと言ってたかもしれないですけど、パターンは分かった。これで、もういけます、さすがに。
まあ、首のところのつなぎ目なんか適当じゃね？大丈夫か？ぬいぐるみみたいになってるぞ。こうして、あ、出たね。とんがりのところは破壊できる。で、これ、飛んで、コールがね、飛んでくるわけですよ、破片が。あれに回避しなきゃいけないんですけど、今の偶然を壊してね。これでバスター入れて、もう一発的なバスター。よしよしよし。で、剣で切っていく。おっと、これは結構飛んできたね。避ける。で、これ、上を壊して、危ない。ここでバスターもう一発チャージでいけるね。で、行って、で、剣でも切っておく。バスターもう一発はきついな。剣で切る。これスライドしてくるから、こう、うわー、しくった。痛い！ちょっと待って。今の動けなかった。ダッシュができんかったわ。これで、ここで切っておく。で、おっとっと危ないよ。ナイスカキ。ちょっと待って。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。最後はかっこよく切る。オッケー、かっこいい。まさかこの俺がこんなムジゲライビギにやられるとは。ボボボボボー。ゼロだからさ、切って終わりたいよね、ボス。毎回切るようにできればしたいな。ミッション50%。ああ、これ、あれか、冷却装置そこまで破壊してないからか。傷だらけの戦士。それ、お、アイスシップ。やった、属性入った。新しいフォームが覚醒した。フォームって何？ライズフォームが使えるようになった。いや、フォームってなんだよ、説明しろよ。何？ライズも何も、フォームって何よ。え、フォームって何よ。誰か教えてくんないの？ミッション成功、おめでとうございます。さすがです、ゼロさん、素晴らしい。おかげで私の作戦は大変順調に進行しています。ともかくお疲れ様です。ただ、助かりました。うわ、教えてくんね。シエルなら教えてくれるのに。じゃあいいや、今回ここまでにしておこうかな。エレメントは装備できるようになったフォームは？あ、R1 ボタン。これか！ノーマルフォーム最初から装備してる。ライズフォーム、セイバーの3段目が切り上げる攻撃になる。機動力が上がる。かっこいいじゃん。色変わんのか。OK、じゃあ次回からね、この 2P カラーみたいな感じで、っていうか結構フォームがいろいろありそうだね。試していけたらなと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。